か道祖神文字とでっかいのがあるね。あそこの砂利が駐車場かな、なんかそんな気がしますね。この砂利、こちら側から入るのかな。よいしょ、ゼイゲンジ、やっと着きましたね。よかったですね。はい、こちらがね、西元寺さんの山門の前です。まあ左側にはね、六地蔵さんがいらっしゃいます。どうもお地蔵さん、こんにちは。まあ山門のね、まあ向かって右側にはね、これね、葉っぱがね、まあ今の季節もみの木に似てますけど、これね、カヤなんですよ。ね、ああいった感じのもみの木に似たカヤ、すごく大きくなるんですよ。カヤの実はね、まあ、術になったりしますから。お邪魔します。ははー、これ皆さん、こうしてね、まあ、2本の柱ありますよね、山門のね。こうして、まあ、山門の中央からですね、そこが前の方に、まあ、少し、まあ、出ていますよね。こういった形状はね、薬医門のね、まあ形状をしてるんですよ。こちらは真言宗ですね。まあ弘法大師空海、厄除け観音、これはいい観音様ですね。どうか厄を除けてくださいますように。これは弘法大師かな。まあ金剛杵、まあ右手には持たれてますよね。まあ弘法大師像ですね。まあこれも北海上院でいいのかな。こんな妙号通っていましたよね。南無阿弥陀仏。こちらが本堂の正面ですね。まあ地門は、まあ、三つ頭になってんのかな。まあ中央のは霧なんですけどね。まあこちらのね、清源寺さんのあった場所は、あの前橋の総社のね、まあ、秋元長友公がね、まあ、総社に移る前の館が、まあ、あった場所と言われていますね。なんでね、まあ、秋元長友公が、まあ、総社の方に来たかというと、
まあ、関ヶ原の戦いの後にね、まあ、会津の上杉景勝かな、まあ、その方にですね、まあ、降伏をね、まあ、進めに行くという、まあ、使者の役をね、まあ、果たしまして、まあ、大手柄ということで、まあ、一万石のね、大名に取り立てられて、まあ、総社の方にね、まあ、知行地を得ました。もしかしたら、ここは、出世する、まあ、そのような縁起のいいお寺かもしれませんよ。はい。このようなね、清源寺さんからお送りしました。ああ、見事な盆栽ですよね。はい、ご視聴ありがとうございました。